その温泉場で生地職人の方が自分の子供たちにおままごとの道具の一つとして多分その人形を作ったのが始まりじゃないかと思うんですね。温泉場でお土産として発達したので、あの温泉場にこけしが多いっていうことが特徴なんですけれども、で伝統こけしって実は東北6県にだけしかないものなんです。新型こけしだともう全国各地にあって、じゃあ伝統と新型って何が違うかっていうと、伝統こけしはあのちゃんと師匠がいて弟子入りして、で書いたものをじゃあこれはもう売ってもいいっていう風になって初めてあの公に出せるんですが、新型こけしはとても極端な話、じゃあ私今日からこけしを書きますって言ってネット販売できるものがいわゆる新型創作こけしなんですね。もちろん弟子入りして自分の地域に戻って他の県で作ってらっしゃる方はいるんですけれども、で当然東北6県なのでいろんな方言があるじゃないですか。だから地域によって呼び名が違うんですね。こげす、こげすんぼ、あときぼっこちゃんっていう感じで各地で呼び名が違っていたので、あのこけしを研究なさっている方々が統一したのがこけしっていうものなんです。だからこけしって後からできた言葉なんですね。いわゆる木のぬくもりですよね。材質が木であるということで、その木のぬくもりっていうか、それはいわゆる心の癒しに通じるような感じをしたんですね。私あの自然界に対する興味関心が非常に強いもんですから、そんなことを感じました。それで、まあ、集めてみようということで県内を見渡しますと結構工人たちがたくさんいまして、その頃またこけしのブームにこう向かおうとしている時で、非常にこう仲間もいて、あちこちのそのこけしを作っている工人たちを訪ね行っては話を交わし、そしてこけしを持ってくるというようなことをやっておりました。山形系の特徴といいますと、胴が非常に細くなっております。そしてまあ宮城県の遠形っていうところに、遠形系というこけしがありますけど、ややそれと似たような形なんですけれども、頭にはこういう飾り模様で、胴は梅あるいは菊なんかも描く場合もありますけど、そういうふうな直胴と丸い球体の頭、これが差し込み式で胴体に、頭の部分を丸い棒でつないでおるという差し込み式という形になっております。山形県の蔵王温泉を中心として栄えたこけしで、やや遠形系に似た形態で胴が太め、頭は赤い放射線の飾りか黒いおかっぱが多い、そういうこけしです。胴模様は重ね菊、桜崩し、桜を崩したような形で描くというような特徴を持っておりまして、これは非常に重厚ないいこけしであります。肘折系のこけしは肘折温泉で栄えたこけしなんですけども、鳴子、遠形、両系の影響を受け発達した系統のこけしであります。非常に独特な味わいがありまして、胴は鳴子のように型が張ったほぼ直胴型、
重ね木が多い小木地であります。お土産っつうと小木地買ってくるかったけどな、うん、昔は。今はやっぱりあのブームだっつっても、今みたくこういう大きな川にのよ、こうちっちゃいな川の今の人は。ねえ、なかなか作る人はちっちゃいだって手間は大きいのの倍かかるからね。ちっちゃいから簡単だと思うけど、ちっちゃいなだけ大変なのよ。やっぱ山形桜の木はちょっと違うのよ、顔が。同じ山形だけどね、花が大体違うでしょ。で、花は長いのが蔵王の特徴だから花は長いんだけど、ちょっとやっぱり違うんだな。ビンコもほらこうなってるし。蔵王の木地によってもすごい、あの職人さんからなんからいろんな人が入ってきて、すごい栄えた時代があったんですね。こけしだけでなく、あの木地玩具ですね、あの私なんかもあの木のバケツを作って、だいぶあのお客さんから買ってもらった時もあった。あとだるま落としからなんから木地玩具、いろんなものを作りました。まあ、蔵王高湯系のうちが元祖になってるんですが、一番初代は岡崎栄次郎と言いまして、明治の元年あたりに生まれたんだと思います。そして、宮城県の青根のあのこけし作りに弟子に行ったんですね。で、だいたい20歳ぐらいで帰ってきて、そしてあ、まあ、我が家でこけし作り、木地業を始めたんです。米沢の小野川温泉にうちの親戚がありまして、そこも木地屋だったもんですから、そこに弟子に行きました。ただその頃は新型こけしが全盛時代でして、伝統こけしは全然作ってなかったんですよ。で、私は伝統こけしはそこでは習わなかった。木地の弾き方だけを覚えてきました。山形県こけし会の第1回の総会やった時、そのこけしを持ってこいと言われたんで、一生懸命、うちの2代目3代目の栄作のこけしが残っておったので、それを見本にして作りました。いわゆる伝統こけしそのものだけではなかなか売れないということで、梅木直美さんの猫のこけしとか、いろんなこけしを考えて、アマビエのこけしを作った工人さんもいますし、昔は伝統こけしってすごく厳しかったんですよ。収集家から変なものを作ると怒られて、ちょっと目が大きくなると目があまり大きすぎるとか、いろんなことをよく注意されたんですけど、今はそんなことを言うような人もいなくなって、まあその人その人、いろんなこけしを作ってる方もいますし、ずっとあの鳴子なんかが一番やっぱり伝統こけしを守ってますね。私もずっと伝統こけしは守りたいと思ってますけど、もう年で大きいこけしはなかなか作れなくなりました。林業をやっていたので、冬仕事にこけしをやった方がいいんじゃないかということで、こけしを作るようになりました。で、師匠のところには、本当は叔父のところに行く予定だったんですけども、ちょっと工房が狭いということで、岡崎幸さん師匠を紹介していただきました。昭和54年から蔵王温泉に来て10年間修行をしました。その前に
米沢で3年間高崎こけし屋さんで生地引きの修行を教えていただきました。それまで絵なんか描いたことがなかったんで、初めて描いたこけしは今も取ってあるんですけども、小学生よりも下手だったと思います。はい、私がこけしの世界に入った時は日本全体が高度成長の真っ只中で、作れば売れる、何でも売れた時代だったようです。だから他の人も、まあお土産としてこけしも置いていたんですが、注文してもなかなか入ってこないという状態でしたので、今とは全然違いますね。自分としては伝統をずっと残していきたいと思っているんですけども、やはり後継者の問題が一番こう重いって言いますか、なかなか自分の息子もそうなんですけども、これだけで生活できなくなってきているので、なかなか難しくなってきています。こけし自体もあまり伝統にとらわれなくて、可愛いこけしが今売れているんで、そういったものを作るっていうのが主流の方ですね。はい、伝統は伝統でやっているんですけれども、やっぱりそれだけでは間に合わないので、そうやって創意工夫をして皆さん頑張っていらっしゃいます。大事な山形の伝統産業ですので、できればずっと後世まで残っていってもらいたいなっていう思いはありますね。今年で創業83年目を迎えます。当初創業当時はプロマイドであったりアルバムであったり娯楽用品が中心で、その後に郷土玩具であるとかお土産品であるとか、そういったものがありました。その当時から伝統こけしは使っておって、うちの店だけでなくて駅にもお店があってですね、そちらの方で販売をしてたりということです。現在ではそういうこけしを扱っているお店が非常にこう少なくなったんですけども、やはり県外からもその伝統こけしを求めていらっしゃっていただいてます。この作品は志田楓さんが初めて伝統こけしとして作った処女作のこけしになります。一昨年に山形に戻ってきて、父でもあり師匠でもある志田菊弘さんのもとで、今活動をしております。去年までは、伝統こけしというよりも創作こけしを作っておりましたが、本年4月に初めて、伝統のこけしを作り始めました。それの一番最初の作品がこちらで、3本作ったうちの1本になります。志田菊弘さんのこけしがこちらです。志田さんも山形系なんですけども、近年はさまざまな系統の復元型、それを作っております。こちらにあるものがそうなんですけども、現在ではもう作られてないものを復元をして、こういった形で今作っております。で、こちらが志田楓さんの大変人気のある猫タコのこけしになります。米沢の相良人形の猫タコの許可を得て作ったものです。
のな、喜ぶ。21歳でこの鮎飼というところに木工所に初めてこの拳を作ったんですよ。そこの西岡村の鮎飼で、うん、それが拳会の私の始まりですね。そして5年経ってとにかく25、6歳になったらば私は何とか独立したいという気があったもんだから25歳に暇もらって、うん、そして今交番のとこに家を建てて、バラック建てて、そして独立したのが25歳、うん、私がほら出所もいない、転倒行為するね、出所もない何もない、でまあ三つ葉転倒行為して持ってないと、じゃあ何とか仕上げようということで、蔵王の岡崎長次郎という人のこぎしが今耐えてると、うん、じゃあそれに道を作らせようと、だけども、まあ、家族がいいからまだ息子なりね、だから一応その人の許可をもらって、そして岡崎長次郎型を作り始めたわけです。まあ、4、5年経ってじゃあ岡崎次郎を元にした私が私なりの岡町型を作ろうと、こういうことで作ったのがいわゆる総理大臣賞をもらった細胴堂の小串なんです。それはもう岡町が作った小串を真似たわけじゃなくて、俺独特の小串がたまたま道の国石町で大臣賞を取った、内閣総理大臣賞を取ったと、うん、そして今度は次の年に鳴子で、やはり鳴子の最高賞は文部大臣賞なのよ、うん、それ鳴子でも入院続けてんだから最高賞もらったっていうことです、うん、もう会社辞めると、うん、お父さんの弟子になると小口屋になりたいと、こういうやった時にはもう果たして小口で食ってんがりんのかと、こいつが一番心配だよね、うん、その前から直美が二十歳ぐらいからやっぱり愛好家っていうのはね、師匠のこの娘あるいは奥さん、そういう人に求めてる小口を書かせたいんですよ。俺ならば俺は娘さ書かせて喜んでる、微笑んでると、うん、こういうふうな親父の拳を作れとかなんとかって、そういうふうに、ね、好んでやっぱり愛好家たちが作らせたんですよね、うん、カエルの子はカエルってことでいいのかな、うん、小さい時から見たかして、まあ森原やれてやっぱり少し才能はあったんだけどな、うん、俺のお前弟子が英語作ってお前にやったもんな、これが評判いいんだけどね、だからまあ、恐ろしい世界ですよ、うん、どういうふうに変わってくるのかんだが、私の場合はまず師匠のような腕がないので、でそこにまあ一般のお客様から、リクエストでもらった猫こけしとか天使のこけしとかそういうものを作るようになったんです。そしたら今までこけしに興味がなかった人がどんどんそのこけしに目を向けてくれるようになったんですね。で最初はやはり伝統こけしが大事だって思っていたんですけれども、
守らなくちゃならない伝統こけしはそのままで、一般の方、今まで興味を持ってなかった方が目を向けてくれるんだったら、こういうその伝統を生かした新しいこけしを作るのもいいんだなって思って、まあそこには師匠がちゃんと認めてくれたっていう理解もあるので、そこで守るべきものと、そして間口を広げるため の、 革新的なもの、そういうものを作るようになってきました。その忠実に再現するっていう意味と、その個性っていうものを比べるとすごく真逆なんですけど、父の作品と私の作品と同じ顔を描いてるのに、愛好家さんは、あ、これお父さんのだね、これあなたのだねって見分けられるんですね。普通一般の方がこけしを見たら、どっちも同じ作品なんですけど、同じ顔の奥に何て言うんでしょう、力強さとか、あとはまあ女性だと柔らかさとか、やっぱりそういうこうなんか目に見えない雰囲気的なものが多分現れてくると思うんですね。役所さんの方から依頼されて、イタリアのミラノ博に行ったりですとか、あとは台湾、あとは去年別に個人的に香港の方にこけしの仕事をさせてもらったんですけれども、海外の方が日本に行ってすごい興味を持ってくださって、すごい好評なんですね。今からはやはり海外にも目を向けて、でもうアピールする段階は終わっているので、これからは実際にこけしをどう海外にお届けできるかっていう具体的な行動になっていくのかなって思います。こけしの魅力は、まあ、大きく言えば2つあると思います。1つは単純な形態、非常にシンプルな形態です。2つ目の特徴は何かというと、ぬくもりですよね。木のぬくもりって言いましょうか、それから描彩のぬくもりって言います。非常に単純なんだけども、心をこう癒すっていう、心に訴えかける、そういう優しさみたいな、現代のこうギシギシした社会の中で生きていくのに、やはり精神的な潤いというものが要求する人がやはり多々いると思うんですけども、そういうふうなものに応える一つのものとして、こけしっていうのがあるんじゃないかなと思います。まあ、芸術作品とは言いませんけれども、それに近いような美的な鑑賞に耐える要素もあるし、手に取って眺めながら赤いなというふうに玩具的な要素もあるというような2つの要素を持っているということで、非常に魅力あるものだと思います。山形には仏壇もあるし、鋳物もありますし、和傘もあるし、紅花染めもありますし、まあいろんなその伝統工芸の分野では非常に幅広いものを持ってるんですけれども、まあ木地玩具のこけしもそうです。一旦聞いてしまいますと、それを誕生させるというのは非常に難しい。しかもこれ誕生するまで長い長いこの歴史があって、人類の努力があって生み出されてきたものですから、できるだけ、残していきたい一つの文化だと思います。